えっとそれでは音読したいと思います。これ英語、日本語で書いてありますが、日本語から先読みたいと思います。いきます。1,2,3,11分で。In 11 minutes, 泳ぐのが得意。Is swimming good at swimming. 彼の皿の食べ物。これ皿の上のって意味だね。音があるからね。The food on his plate。彼女は練習に問題がある。 えー、これ彼女はになってますかこれ多分はずだから彼女はだっていうふうに言ってるんです。これ彼である可能性もあるんだよね。えー、彼でも彼女でもはずですからね。じゃあここいきます。1、2、3。has a problem with her practice。あ、ごめん。やっぱり彼女はだ。ここはがあったから。彼女のだからね。だからこれ彼女はじゃなくても、これをはを見ればわかるね。 間違えました。えー、じゃあ、シャワーからいきます。シャワーをすぐに終えた。フィニッシュ。the showers quickly。水を節約するために。to save water。とても早く。so quickly。宿題があまりにも多すぎる。too much homework。それをすべて終える。finish it all。私の気持ちを傷つけた。 h ハ r ド my feelings あなたはすべきだ。You should。早く走る練習をする。Practice running fast。まあ大変そう。猫の手も借りたい。<laughs> Cats' b a r l s、boards.